ちょっと。ちょっともうジャッジちゃんと取ろうかな。いやもう向こうまで行かなきゃいけないですもんね。いやもうちょっと撮りたいな、せっかく読書に来てるの。ちょっと待ってくださいね。ちょっと椅子を持っていかないといけない。あれ行けるかな、あそこに入れるかな。これも後ろまでいいんじゃないかな。いやちょっとわかんないですね。ちょっと、いや後ろの方に飛んでる。それとその中から12時に到着した時にですよ、ホテルお腹が空いてたからホテルの裏のコンビニに行ったんですけど、そのコンビニのところに女性が何人か立ってて声をかけてきたんですよ、僕に。すごく何言ってるのか分かんないです、中国文化で。それでいや何言ってるのか分かんないよって言って英語で言ってたんですけど、そしたらスペシャルマッサージをしてあげるって言うんですよ。
スペシャルマッサージいらないからそのって言って、いやもうちょっと俺明日から独唱だからちょっともうホテルに帰って寝なきゃいけないからって言ってるんですけど、5人ぐらい女の子が現れて、なんかその僕の手を掴んで離さないんですよ。でどの女のことやるか決めてとか言って、ずっとスペシャルマッサージの勧誘を受けてました。いやいやいや、もうちょっと寝なきゃいけないからとか言ってたんですけど、全然聞かないんですよね。そこで10分か20分ぐらいずっと女の子たちに囲まれて手を握られて、あっち行こうこっち行こうってずっと、もうとにかくじゃあちょっと一緒に飲みに行こうよとか言って、いやもういいかな、行かない、絶対行かないとか言って、すごい大変でしたね。もちろん何もしないで帰りました。ホテルにすぐ帰って、もう寝ました。あ、じゃあ寝たんじゃない。だそのコンビニで買った食べ物を食べようと思ったんですよ。邪魔かな。でそのコンビニで買ったものを食べようと思って、これは2番目がいいでしょ、この犬が、これはもう2番目がいいでしょ絶対。これかこれ、この2番目のタイミング。2番目の絶対、絶対2番目の。中で肉が、ね、焼き鳥みたいな肉が売ってたんですよ、串に刺さってるやつが。で鳥だと思って買ったら、3種類買ったんですけど3種類とも鳥じゃなかったんですよ。食べてかじって噛んだら、なんか赤いんですよ肉が。でちょっと臭いんですよ3種類とも。それでこれはネズミかもしれないって一瞬ふっと思ったんですよね。それでもう気持ち悪くて食べれなくなったんですよ。それで全部捨てて、サラダも買ってたんですけど、すごいなんか臭いんですよサラダが。それでも全部捨てて、サラダも肉も全部捨てて、結局食べずに水だけ飲んで寝たんですよ。もうスペシャルマッサージとかしなくてよかったなと思って、なんか変な病気とかうつるかもしれないじゃないですか。だってマッサージだけじゃすまなくなったりするかもしれないですもんね。
ホテルに来る、僕の泊まってるホテルに来るって言ってましたから、ね、この犬がいいと思いますね。絶対この犬、この犬ですね、すごい上手です、上手というかうまいですね、このハンドラすごい犬をきちんと立たせる訓練をしてますよね。犬が綺麗に立ってましたね、すごい。ちょっとハスキーボイスすぎるんですよね、今日僕は。これもベストショーなんですよ、この声でのしょうがないですよね、今日は。いや、この犬もいいですよ、この犬もいいですよ、この犬もいいですよ、この犬もいい、まあ、どっちかなという感じですね。この犬いや、この犬もいいですよ、いいですよ。クラフトとライプツィヒのワンの独唱で B.O.B. になったベスティーの犬のブリーダーお友達なんですけど、あそこの犬すっごい良かったですね、あのサンダーボルトっていう犬ものすごく良かったです。あれが1位なんだ、はあ、僕の見る目がなかったな、そうか、あれが1位なんだ、なんでこれが1位でした、この犬が、あれなんで、なんで、なんで、次教えてほしい。いやー、ちょっと僕なんかちょっと見方が分かんなくなってます。この方日本人の女性なのかな。そう、綺麗な女性ですね。あの犬が一番だ。なんか見方を間違えましたね。
そうか、この子がちゃんと。ヨーロッパのワールドカップ、ヨーロッパで開催。この女性が一番です。ヨーロッパでもしワールドカップ賞が開催されて、ウエスティのジャッジがあったら、もうね、たくさん出ますよ、ウエスティ。ものすごい数の犬が出ます。まるで白い円ができているかのようにたくさん出ます。もう隙間がないですもんね。一頭一頭の隙間がもうほとんどないぐらい出ますから。ウエスティはかなり人気です。ヨーロッパでウエスティものすごい人気ですね。たくさんいますね。ウエスティ買おうかな。いやなんかちょっと違いますよね。いや僕がですよ、僕にとってはなんかちょっと違うかな。なんか可愛すぎる。もうなんていうかどうしていいか分からなくなります。こんなに可愛いと。それでもう叱れなくて、しつけができなくて甘やかしてしまって、すごいワンワンギャンギャン騒がしい犬だったりとかするかもしれないですよ。しつけに関しては、犬のしつけに関してはすごいちょっと重要ですね、どの犬種も。ただね、あんまりバカみたいに怒るのもあんまりバカみたいに怒ってばかりのも良くないし、かといって全然叱らないのもダメだから、すごい難しいんですよ。ジャッジになりたいな。ジャッジになりたいですよね。ジャッジの試験受けたいな。では僕は一人だから繁殖できないんですよね。あれ自分で繁殖した犬がチャンピオンになってないとダメですもんね。だから自分が繁殖しているのが JKC のチャンピオンとかになっているとで、その犬を自分で所有しているとジャッジになれるんですよね。なれるというか試験を受ける資格があるんですよね。
って書いてある。あ、いた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 。すごいシャッターオフしましたね。ずっと回しっぱなしですけど大丈夫ですかね。今何分になってる。今1時間8分撮ってますね。最初何の犬から撮り始めたんでしたっけ。ウィベットかなんかでしたっけ。こういう室内であるドッグショーの場合は近くにたくさん人がいるし、なんかみんな静かにやってるので、あまりそのなんていうかくだらない話っていうかジャッジと関係ない話とかあんまりしないことの方が多いんですけど、今回のワールドドッグショーはすごい人が少ないし、なんていうかもう参加投資も少ないので、なんかちょっと話してばかりますね。毎年そのオーストラリアのドッグショーは屋外であることが多いので、屋外でやる場合は周りに誰もいないし、外ですから声がそんなに響いたりしないですから、なんかもうジャッジと関係ない話をずっとしてて、それでそのビデオというか動画をご覧になる人が、お、決まった。ジャッジと関係ない話しないでくださいとか言って怒られる場合があるんですけど、オーストラリアのドッグショーの場合は外であって、その何ですか、何を話してても、なんていうか誰も何にも言わないし、別に言わないだけじゃなくて、別に人に他の人に迷惑かけてるわけじゃないので、くだらない話をずっとしてるから、ちょっとねそれ嫌だっていう人も時々中にはいらっしゃるんですよね。いや、もっと面白い話してって言われる方ももちろんたくさんいらっしゃるんですけど、今クールドッグスのこの YouTube チャンネル、その全ての動画の合計の再生回数が60万回です。毎月今現在でどんどん増えていっています。それでチャンネル登録者が1万8000人なんですが、毎月毎月600人ずつ増えていってますから、年間どれくらいですか、7000人ずつぐらい増えていってるんですよ。それでなんかいろんなニュース番組とかテレビ番組とかでもたくさん使われてます。動画は僕が一人で撮影した動画で、全て僕が喋りながら自分で話しながら撮影しています。
なんか吠えてますね。あれなんかずっと続くパピーですね。もうお昼、中国の方ですよね。この方の方お二人とも多分なんかその結局その日本から来てる人少ないですよね。なんか本当中国の人ばっかりですね。しかしあのキラキラのスパンコールのあのワンピースのドレスを着てらっしゃる方は日本の方かもしれないですよね。なんかこの方で多分ね、あの犬あそこで選ばれたということはあの犬が多分 BOB になる可能性が高いんですよ。あの犬が、この犬がもう全然見えないですね、あの手前の人で。この犬、この犬、この犬、この犬が BOB になったんですよ。あの女性はもしかしたら日本人かもしれないですね。日本人の方かもしれないです。すごい、なんでこんな変な声になってるんですかね。ちょっと困ったな。僕は朝あのホテルのあの何ですか、朝食のビュッフェでたくさん食べてきたのでお昼ご飯は必要ないです。だいたい普段も僕は2食しか食べないんですよね。家にいる時も日本にいる時も2食しか食べないです。大体10時か11時ごろ朝ごはんを食べて、4時か5時ごろ夕ごはんを食べて、それでもう食べないです。それで朝だけ炭水化物を食べるようにしてます。炭水化物を全く食べないともうね、すっごいおかしな状態になります。体が1年半やりました、炭水化物を一切食べない生活を。15キロ痩せました。最初の1ヶ月で12キロ痩せました。あとは3キロしか減ってませんが、その15キロ痩せた状態をずっと維持できました。炭水化物を一切食べなかったらですよ。ただその代わり全身にじんましんが出て、それが1年ぐらい続きました。だからもうやめました。炭水化物を食べ始めたらもう1週間で完全にジンマシンが出なくなりました。つまり炭水化物を食べないというのはなんか体に異常が発生するということなんですよね。だからそれからも炭水化物食べるようになったんですけど、あ、こっちで選ばれた。あー、かわいい。 USD かわいいですね。なんでこんなかわいいんだろう。
しかし中国の人ばっかりして、なんか感じなんだ。結局もうやっぱモテてないということですよ。どこの国の人も出てないということですよ。これは中国の人しか出てないんですよ。日本から来てる人もほとんどいません。昨日トイプードルを日本のハンドラーの方が引いてたのは出てましたけどね。あのトイプードルベストミッションになるんじゃないですかね。あのトイプードル完璧でしたね。昨日見たら見ましたけど本当にあのトイプードル本当パーフェクトでしたね。完璧な犬、出来上が完全になんか完成された犬でしたね。本当にびっくりしました。あまりにも完璧で。だからもしかしたらあの犬がベストミッションに選ばれるかもしれないですよ。トイプードル、黒のトイプードルでした。あの方は、あのハンドラーの方は毎年クラフトでなんか見かけます。だからまあクラフトに限らずワールドドッグショーとかヨーロピアンドッグショーとかにも参加されてるのかもしれないですね。僕はちょっとあの存じ上げないので分かりませんが、僕は日本のあの方とはあの関係しないようにしてずっとやってきましたから、誰も知りません。日本の読書関係者全然誰も知りません。その方がいいと思ってわざとそうしてきました。だって読書の世界はなんかもうものすごく複雑な人間関係があるんじゃないですか。でそういうのに全然関与しないようにしたかったんですよね。だって知らなければ知らないんですから、何も知らないんですから。誰みんなにただ明るくこんにちはって言って、ただそれだけですよ。何も知らないんですから。だからもう知らないし、もう知りたくないですし、そのもう教えないでほしいんですが、教える人がいますからね、時々クライアントの方で、あの人とあの人がどうのこうのとか、あのハンドラーは誰なんとかかんとかとか言うから、もうちょっと言わないでくださいっていつも言うんですけど、知らなければただの全員がただの初対面だったら、あどうもこんにちはとか言ってただ明るい感じで挨拶できるし、明るく話せるんじゃないですか。何も知らないんですから、それが一番いいですよね。そう思って僕はもう誰とも一切知らないようにして、誰とも関係しないようにして、自分の犬も一切日本の読書に出さずにやってきました。海外のハンドラーとかブリーダーとかジャッジとかたくさん知ってますよ。世界のトップブリーダーたくさん知ってますけど、日本のトップブリーダー全然知りません。ジャッジもハンドラーも誰も知りません。だからもうその方がいいかな。だって僕は犬の輸入の仕事してますからね。だから何も知らない方がいいかなと思って ただ読書の動画を撮ったりとか、読書に行ったりとかしますけど、そうさっきも選ばれましたね、女性の。なんかカテゴリーが分かんないですよね。今何が行われてるんですか。大体ね、出陳カタログがないんですよ。どこにも売ってないんですよ。あ、そうか、聞けばよかったんだ。売ってんのかもしれないですよね。
いやもうね、来たらすぐいつも始まってるから、ジャッジがだからすぐ撮影し始めるので、ちょっともうカタログを見てなかったんですよ。とにかくなんか慌ただしいですよ、今回のワールドドッグショーは。これワールドドッグショーですからね、見てください、このガラガラな会場、ほら。まあもちろんジャッジがもうどこも終わってしまっているからなんでしょうけど、今お昼の12時過ぎぐらいですよ、だいたいお昼の12時過ぎに。なんでジャッジが終わってしまってガラガラになってるんですかね、そんなのありえないです。普通はだいたい午後3時4時ぐらいになったらもちろん終わりますけど、それはワールドドッグショーやクラフトでもそうです。だけどそれまでは終わらないですし、もう特にそのウエスティのジャッジなんていうのはもう周りに人だかりで、リンクサイドはもう人垣がふわーって何重にもできてますからね、どこの国で開催される場合もヨーロッパでは。だから僕がこんな悠長になんか椅子に座ってリングサイドで悠々とこんなずっと喋りながら撮影するなんていうことはほとんどできないんですよ。なんかもう変な声ですみません、今日は本当になんか本当すみません。なんか関取のインタビューみたいな感じになってますよね。いや中国の人ですもんね、これ3人とも。これ中国のハントラーですよね。かわいいな、ほら。すいません、いやもうちょっとすいません、本当もうどうしようこの声。なんでこんなになってしまったんだろうか。昨日まで喉がイガイガしてたんですよ。でそのニューヨークで買った風邪薬をいつも僕は海外行くとき持っていくんですけど、それはすっごい効くんですよね。その薬飲んだら朝起きたらこの声になってました。昨日はこんな声じゃなかったんですけど、ただその代わりちょっと良くなってるんですけど、なんか声だけがなんかごっつぁんですみたいになってしまいました。可愛いな、ウエスティですけど。手が痛い。いや、ハンドラーもいいな。ハンドラーになるのかな。ハンドラーになろうかなって、そんな簡単になれないですよね。ハンドラーはものすごいテクニックがありますもん、いりますもんね、あれは必要ですよね。だからやっぱね、これハンドラーはちょっとね、長年の経験がやっぱ必要ですよね。そんなちょっと真似ができるような感じじゃないですよ。いやでもやりたいな。ハンドラーになんか練習できないかな。ハンドラー
それがジャッジもすっごい魅力的ですよね。やりたいですよね。ジャッジもハンドラーもやりたいですね。本当に。今日で読書終わります、今日は5月3日ですね。4月30日から始まりました。30と5月1日、1、2、3ですね。今日3日目、今日は5月3日です。今回のこのワールド読書は完全に失敗ですね。やっぱり中国で何か開催するべきではなかったですね。むしろ日本の方がまだはるかに良かったですね。まだっていう言い方を何でしたかというと、やっぱり、ね、島国で距離が離れてますからね、ものすごく。だから多分ヨーロッパやアメリカの人とかは日本で開催するというとすごい距離がありすぎるから嫌だって思うと思うんですよ。だからそういった意味でまだ日本の方がいいって言ったんですけど、でも日本で開催してたらこんなに少なくなかったと思います。もっとたくさん出てたと思うんですよ、犬たちも。でヨーロッパやアメリカからも人がもっとたくさん来てたと思いますね。そして会場ももっと華やかな感じです。ちょっとねすごい良かったと思いますけどね、日本で開催されたら。とりあえずジャパンインター行きましたけどすごい良かったですもんね。また行きたいなと思いました。本当ジャパンインターはすごい楽しかったです。どの犬がいいんだろう。僕はね、いやわかんない。あのウェーブの買ったウエスティがちょっとよくわかんないんですよね。さっきの女性の犬もそうでしたけど、いやわかんない。どうしようか。どれが一頭タダでやるって言われたらどれもらえますか。どれがいいかね、わかんない、僕はねこの犬がいいと思うんですよ。この今のこの犬、この犬がいいと思う。わかんないな。あの一番右の男性の右というのはこっちから見て右です。だから一番あ、出てお尻が痛い。そう、このちょっとウェーブがかかってるの。この犬が選ばれるんですかね。僕は一番、そうか、あの女性の犬ね。これが、これっていつも言うのは、この犬の美しさっていう意味ですからね。犬のことをこれって言ってるわけではありません。これが選ばれたっていうのはこの犬の美しさが選ばれたということですからね。そのこの犬の美しさ、それぞれの犬の美しさのことをこれって言ってます。だからもうこのスパンコールかなんか、このキラキラしているワンピースドレスの女性のこの犬がもう B.O.B. ですよ、間違いない。ただウエスティがちょっと少なすぎる。いや僕はねこっちの方の犬がよく見えますけどね。これ、いや これです。これでしょ、これ。この犬がいい、絶対これ。ちょっとねジュニアかなんか若い犬ですよ。赤い犬だけどこっちの方がいい。
これちょっとなんかリングサイドが騒然としてきましたね。これ BOB が決まりますね。じゃあこれに、あの最初から3番目照过来面对了。
よし、ちょっと止めますね。よし、止めますね。みんな中国の方でしたね。